米の木を入れとけば、うん、あのすぐ薪を足さなくていい。まあ着火させる木もたくさん入れて。Wow. Oh my god. マジックテープのとこ吸うと全然取れん。燃料コークしめたら危なかった。え？その白いの、下の白いの。これ？
その下の一番下のその横バットのやつ、それ真ん中。これを真ん中にすればいい。そしたら燃料が送られる。今コク締めとったら回の方がいいかかるかもしれない。焚き付けもたくさんあった方がコントロールはしやすいので、焚き付けはたくさん用意してください。はい。で、着火剤上に置いて、はい、であとこれをマッチで火をつけてもらえばいいので、最初ですので、うん、ぜひ小野さん、僕が取ってきますから。いや、はい、はい、で、お願いします。これってこれはあれですか、 YouTube 用とかなんかあれですか。あ、 YouTube 用ですね。あ、いいですね、いいですね。その着火剤、あのすぐ火がつかない着火剤なので、端っこ狙って角っこ、うん、角っこ狙ってもらうといいです。ああ、つきましたかね。つきました、つきましたね。あなた、あ、いいっすね。いい感じですか。いい、もういい匂いがするかや、いい匂いがもうおい、カメラお前すいません。よし、来ましたね、別にね。まあ別にあのこう燃えやすいものを用意してもらってもいいし、それはまあいろいろ。はい。うん。うん。これね、これがこれモサモサがついてるのがよくわかる。これこのモサモサもこれ大体なんか役目がある。これ風よけす。風、音を切れる。あ、知らない。なんか強い風が切れる。そんな完全になんか本当に風強かったら無理ですけど、はい、微風なら全然軽減できるみたいな。それ結構そうつけて一緒にいるなと思って。大体これですね。テレビとか。いやー楽しみですね。始まりましたよ。始まりました。始まりました。めっちゃ綺麗。いてていてて、坊ちゃんいた。はい。あ、そうだそうだ、ちょっと火見てもらう、火を、火を見よう。嬉しいね、これ。ちょっと今ドアを開けて、最初だけは、ドアを開けて、比較的あの近いところから空気を取れるように、すぐ閉めちゃうんじゃなくて、最初ドアを開けてスタートしてもらった方が、こう、炎も暴れるので、着火しやすいものに着火しやすくなるので。ちょっと開けておいた方がいいです。あ、ちょっと開けておいてもらって、まあどっかのタイミングで閉める。甘噛みして、甘噛みして、自分の尻尾を噛みたい。面白いな。自分の尻尾を噛む。あったかい？わからん。帰ってきたばっかりで何とも言えんけど。こうして。おお。おお。バチバチと。
きます。一瞬サウナみたいになった。ふわーっていいね。